この後アルケイディアが陸空双方からの同時攻撃を開始すれば、ナブディスが落ちた。何？父は？わかりません、ラスラ様。ナブディスが落ちたとなると、アルケイディア軍のダルマスカ侵攻を妨げるものは何もありません。奴らが国境に達するのは時間の問題です。ではナルビナンには？私が行こう。ご一緒させてください。ラスラ・ヘイオス・ナブラディア殿下の戦死はダルマスカ王国を見舞った悲劇の一つに過ぎなかった。王女アーシェ殿下の結婚がもたらした希望は失われ、ダルマスカは時代の荒波に飲まれようとしていた。東のアルケイディア帝国と西のロザリア帝国がイバリースの覇権を争う戦乱の時代、アルケイディア帝国は西方進出の第一歩としてナブラディア王国を侵略。ラスラ殿下の祖国は豪華のもとに滅び、継いで帝国の侵攻を受けたダルマスカも同じ運命をたどりつつあった。ナルビナ城塞における敗北でダルマスカは戦力の大半を失っていたのである。忠勇なるダルマスカ騎士団は
反抗を試みたが、圧倒的に優勢な帝国軍に抗しうるはずもなく、ほぼ全滅に追い込まれた。やがてアルケイディア帝国は和平案を提示、事実上の降伏勧告であった。我が旧友ダルマスカ王ラミナス陛下はやむなく降伏を決断。和平協定に調印するため帝国軍占領下のナルビナ城塞へ向かった。だが陛下が王とラバナスタを立った直後、わずかに生き残ったダルマスカの騎士たちは不穏な情報を察知する。和平協定調印式において国王暗殺の策動あり。おい、大丈夫か？しっかりしろ。だから言ったんだ、足でまといだってな。そんな言い方はよせ。みんな好きで戦ってるんじゃない、祖国を思えばのことだ。立てるか。ああ、レックス、レックスです将軍。そうか、レックス。見たところ外傷はない、軽い脳震盪だろう。さあ立ち上がるんだ。平気か、レックス。はい、大丈夫です。レックス、君は何歳だ？17歳です。そうか。両親？父と母は死にました。二つ下の弟がラバナスタにいるだけです。すまないな、君みたいな若者にまで剣を取らせることになって。いいえ、祖国のためです。父や母、多くの同胞のために。急ぐぞ、バシュ。おしゃべりしてる暇はない。奴らが集まってくる前に何としてでも陛下のもとへ行かねばならん。ああ、分かっている。行けぞ、あそこだ。オースラ、行け。ここは俺たちが食い止める。焦るな、レックス。慌てずゆっくりやればできる。行くぞ。
に宿れ。燃えろ。くそ、冗談じゃねえぞ。アンとワンよりアントリオン発動登場。オイラが潮時だ。アントリオン了解。ロクヤスとアントは交代を許可。ありがてえ。アントは離脱する。ボスら、どこだ、どこにいる。まさかアズラス将軍まで。バカなことを言うな。ボスらはこれまでいくつもの視線をくぐり抜けてきた勇者だぞ。こんなところで死ぬような男じゃない。一刻も早く陛下を助けし、ここを脱出せねば。陛下はご無事でしょうか。無条件での降伏を飲むんだ。調印式が終わるまでさすがに手出しはできんさ。でも調印式が終わっていたら。エックス。将軍、ここは俺が何とかします。先へ行ってください。さあ早く。すまない。
どうしてあなたが、なぜこんなことを。陛下はダルマスカを奴らに売り渡そうとして、陛下は売国奴だ。売国奴。ここを捕らえる。ああ、和平交渉もこれで芝居だな。我々は無条件降伏などせん。陛下は誰ますか、貴様たちに売り渡す売国奴だ。戦争は終わったのだよ、将軍。ダルマスカは我が帝国に敗れた。だが我々はダルマスカに敬意を払い、それなりの主権を残そうと努力していたのだ。それもすべて将軍、君のせいで台無しだ。我々は帝国に屈しない。ダルマスカの民はさぞかし君を恨むだろう。将軍を連れて行け。和平の道は断たれ、侵攻を再開した帝国軍は王都ラバナスタに迫った。ダルマスカの命運は決したのである。もはや抵抗は無意味であった。サル筋から入手した情報に基づき、私はダルマスカ国民へ呼びかけた。徹底抗戦を唱え、ラミナス陛下を暗殺したバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍は大逆犯として処刑された。未だ戦いを望む者は将軍の同類である。ダルマスカを滅亡へと導く恥ずべき反逆者である。真の愛国者よ、剣を捨て祈りを捧げよ。平和を望んだラミナス陛下の慈悲深き魂に、そしてまた祖国の敗北を嘆いて自ら命を絶ったアーシェ殿下の誇り高き魂に。王家を失ったダルマスカはほどなく無条件降伏を受け入れた。
と少しだけ。いいかカイツ、ちゃんと見張ってろよ。1、2、あと3匹か。よし、全部片付けてやる。魔物と戦っていいかもな。じゃ、今日はこれぐらいで上がろっか。こいつはミゲロさんの店に戻れば。なんか仕事があるんだろ。いっけね、忘れてた。ねえ、番人もおいでよ。今日は忙しいみたいで、いっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵かけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。言ったか。そのお題を。お題だと？あ、いいえ、いいんです、いいんです。どうぞどうぞ、持っていてくださいまし。やめておけ。今日は騒ぎを起こすな。運が良かったな。ごめん。気をつけろ小僧。お、シュッと、やられた。それだ。なんだと。くそ！何すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。捕まったらどうするつもり？みんなバンのこと頼りにしてるのよ。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ。俺はリーダーじゃないんだぜ。俺たち孤児は誰にも頼らず生きていかなきゃいけないんだ。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい、何してんだよ。それは俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国のやつらから取り戻すのは俺たちの使命なんだってバンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパン代よ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからってバンのパンまでタダってわけじゃないわ。俺だっていつまでもこんな生活。俺はいつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。
を叶える前に牢屋行きにならないといいわね。うん。後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。おぼん、待っとったよ。ミゲロさん、困ったことって？それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の祝宴に出す食材も届きはしないんだよ。わかった、俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい、砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんや。食材の方は境亭のトマジが何とかしてくれることになっとるんだ。境亭まで取りに行けって？それをカイツに頼んだんだよ。なのにあの子と来たら行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。すまないが、境亭へひとっ走りしてカイツを呼び戻してくれんかね。つまんない仕事だな。まあまあ、そう言わずに一つ頼まれておくれよ。Thank you.
こら、カイツ、お使い放り出して何してるんだ。見て見て、バンニー。ん？こいつだよ。こいつのせいで品物が来なかったんだ。東の砂漠に出没？なんだこいつ。よーバン、お前もお使いか。ミゲロさんも相当忙しいみたいだな。ま、帝国の執政官様を歓迎する宴を仕切るとなれば用事は山ほどあるってわけか。歓迎したくなんかないけどな。それよりトマジ、こいつは？ああ、困ったやつだよ。こんな魔物がうろついてるせいで運び屋の到着が遅れてあれこれ品不足でな。だからこうやって誰かに退治を頼んでる。やっつけたやつにはちょっとした報酬ありだ。へえ、ミゲロさんのお使いより面白そうな仕事だな。そうだね、バンニー、やってみようよ。お前はミゲロさんに届けるものがあるだろ。早く戻らないと、困ってたぞ。いっけね、忘れてた。
執政官閣下の着任式典のため特別警戒中だ。許可のない者を通すことはできん。へえ、困ったな。今夜のパーティーを仕切ってるミゲロさんから執政官をもてなす料理に使う大事な食材を受け取ってこいって頼まれてるんだけど、ほらこれミゲロさんの伝票。あんたのせいで料理が間に合わなかったら失政官って人も怒るよな。ま、俺には関係ないけど。あの方がそんなつまらんことで機嫌を損ねるものか。仕方ない、さっさと通れ。じきにこの門も封鎖するからな。